はい、皆さんアロハということで、ウクレレの鶴岡でございます。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ウクレレ紹介ということで、もう最近はウクレレ買ってないんですけども、昔からあるウクレレをね、少しずつ紹介しようかなと思っております。今日は、ずっとこの動画で、使ってるウクレレ、八重里の、コンサートウクレレご紹介したいと思います。これはもうかれこれもう30年ぐらい前ですよね。父親がどうしても、作りたいというんで、八重里さんにね、特注して作っていただいたウクレレです。その当時これのね、八重里さんのテナーのウクレレが流行っていて、2つ穴のね、やつなんですけど、それがすごく流行っていて、八重里のウクレレいいよってことでね、それまではそんなに日本にで手に入るウクレレですと、もカマカかマーティンかハワイアンが下火の頃でしたからね、そんなにウクレレ作っているところもなかったんですね。はい、そういうことで、八重里さんが作り始めたということで、じゃあ1個うちも作ってみようかということで特注したのがこのウクレレです。はい、半年ぐらい待ったんですけども、出来上がってね、見た時になんかあんまりいい音がしなくて、なんじゃこれっていう感じだったんです、実はね。で、特殊で作ってもらったから使いすわけにもいかずに、それからずっとあるんですけども、でもあれから30年あれから40年みたいな感じですけど、やっぱ木も枯れてきて、だいぶ音出るようになりましたね。なので手放さないでよかったなと思っておりますけども、割と、日本のウクレレなので、やっぱり割ときっちり作ってあるのかなっていう感じがします。こう特徴的な八重里さんのね、 Y という彫り物があったりとかしています。で、弦はですね、フロロカーボンの弦嫌いだって言ってた割にはフロロカーボンのアキーラの弦が貼ってありますけど、やっぱりパリパリ音はするけれども、慣れてくるとね、だいぶこれも弦張って何年も経ってるんで、こなれてくるとあんまり変わんないのかなって感じもしますけど、でもなんとなくやっぱりこうパリッとしすぎているというか、冷たいというかね、なんかそういう感じもするので、どうなのかな、好き好きですけれどもね、気に入った方は張ってみてください。はい、それから、今日のね、動画収録で2本持ってきたんですけども、1本は G ストリングの、テナーサイズですね、の6弦のウクレレということでございます。もうこれもかれこれウクレレを教え始めた時ですから、もう20年以上経っておりますけれども、はい、G ストリングの6弦はもうほとんど G ストリングって会社はもうウクレレもう倒産しちゃって作ってないので、もう手に入らないんでございますけれども、一番グレードは低いやつなんですけど、我々はね、別に高いグレードはここら辺にインレイがあったりとかね、するんですけども、一番低いグレードではあるんですけど、よくなってくれますね。もちろんコアの単板でございますけれども、なんとなくやっぱりこう普通の4弦のウクレレよりはこうなんていうのかな、ハワイっぽい音がします。押さえ方は4本の弦と同じなんだけど、1弦と3弦に伏線が張ってあります。要するに1弦と3弦は2本ずつ、ね、弦が張ってあるんで、押さえ方は一緒なんだけど、ちょっとオクターブね、ラの音とラの音に 1オクターブ低い音が張ってあります。あとミは一緒です。ドに1オクターブ高い音が張ってあります。要するにですから、下と上を広げることによって、普通のソドミラーっていうね、ウクレレのチューニングよりは、音の音域の幅がね、広くなっているので、フラソングに最適なのかなというふうに思います。あんまりメロディー弾くためにはちょっと弾きづらいかもしれませんね。はい、また後でご紹介しますけど、 G ストリングの8弦も持ってるんですよね。なんですけども、フラソングには割と8弦よりも6弦の方が、僕はハワイっぽい音がするなっていう感じがします。はい、これもちょっといろいろね、ピックアップをつけたり外したりしてるんで、結構ボコボコなんですけども、で割れちゃったりなんかしてるんですけど、レコーディングにね、大活躍してるウクレレです。
で弦なんですけど、これもフクロロカーボン貼ってありますね。まあ、黒いので一見あのナイロン弦に見えますけど、フロロカーボンですね。であと1弦のところ、この低いラの音、 A の音、普通はまあ巻き線がね貼ってあるんですけど、巻き線もですね結構よれちゃって結構傷みやすいんですよね。なのでまあこれは割と太めのプレーンの弦がね貼ってあります。はい、これすごく便利だなと思っています。やっぱりこう巻き線だとねこうすぐ切れやすいのもあるし、すぐこうほつれてきちゃったりとかねするんですね。まあ、であと結構ボヨーンと音が巻き線だけ音が残っちゃったりするんですけど、割とこう太い弦もね専用のやつが売ってるので、まあ多分ロージーの弦なのかもしれないですね。テナー用のね、もう忘れちゃいましたけど、そう言われてみて1本だけ色が違うからロージー用の弦を買ってきて一弦に貼ったのかなっていう感じもしますけど、まあ、そういうことで、Gストリングのね6弦をね紹介しました。ということでまたお会いします。ありがとうございました。